はいどうもこんにちは、もちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら行きましょう。なんか久しぶりに届いた気がしますね。ちょっとね間が空きましたね。はい今回はねおなじみのアセットコレクションズジャパンさんより懐かしのね所有者コレクション届きましたね。さあそれでは見に行きましょう。今回は74とあともう一つ75ですかね。さあさあさあそれでは行きますか。よっとっと、あっという間にもうすぐ80ですよ。いやでも本当もう70台以上届いてるって考えたらすごいですよね。うん、じゃあ行きましょうか。よいしょと、今回車両はおなんだこれ。はいはいはい、まず一つ目が僕が大好きな布団屋さんじゃないですか、西川布団ですよこれ多分ね。違うかな、ダイハツハイゼット版の S38V ですね。西川サービスカー仕様ですね。これねローズ羽毛布団って書いてるんで多分あの京都の西川の布団屋さんの車両だと思うんですけど、おほほほ結構なんかデザインも可愛いしいいですね。でもう一つの方が75がなんですが、おなんだこれ、お知らせ入ってるわちょっと待って、これ一回後にしよう。おなんだこれ、あでも車両 CV ですよこれね。三菱ランサー版の事務用品店しようか。ちょっとなんかまあね印象的に地味な感じするんですけど、なんかいいマスクよこれ、かっこいいじゃないですかじゃあということで今回ね、はいこちらの、ね、2種類のね車両ね楽しんでいきましょう。あ一応さっきの発売予定なんかね、予定変わるよってこんなこと書いてあるんで、あここ1月間が空きますよこれ、ね、1月所有者コレクションありません。なんか間が空きすぎてちょっと寂しいですけどね、まあ待ちたいかなと思います。さあさあそれではね開けていきましょうかね。よしと、あらここかですね、グッと開けまして、はいはい、おやってきました今回もね。さあ2つのね楽しい働く車、懐かしの所有者コレクション、よしと、さあさあさあそれで、ね、楽しんでいきましょうか。では74番のね、はいこちらからいきましょう。まずはですねこちらね、ダイハツハイゼット版の S38V ですね。さあさあそれで開けましょうか。スケールはね73分の1なんですけど、なんかちょっとこう車両が結構ねコンパクトなね車両なので、少しこうトミカに近いねサイズ感があってちょっとこうワクワクしますね。いいですいいですね。おあいいサイズ感これかわいい。じゃちょっとね見ていこうかなと思います。まずはいちょっとね顔正面ですがね、はいこのようになっておりまして、もう相変わらずねもうちゃんとしてますね。ワイパーがねこう立体的な造形です。でサイドミラーもこのように、ね、取り付けされておりまして、ロゴ関係入ってますね。 IZ のねロゴと、あとナンバーもねしっかりとこのように記載あります。でヘッドライトはこれは一応表面はこうクリアパーツで、内側にシルバーのこうリフレクターのような形になってますね。こんな形です。でウィンカーとかポジションのレンズは塗装仕上げで、あとボディカラーね、まあ、赤系のソリッドなんですが、少しちょっとほんのりピンクといった感じですかね。このようになっております。結構明るい色でほんと可愛いですね。この車体のねサイズデザインに合っているんじゃないかなと思います。で側面横見てみると、はいこんな感じですね。真ん中にねこう黄色の帯が入ってて、そこにねこれねローズ羽毛布団ですね、このようにねロゴが書いてあります。で側面の窓からもねしっかり見えてるんですが、このようにね中に布団が折りたたまれてしっかりとこう積まれてるのが、結構ねあの形というか質感までリアルで、あ枕も見えますこれね、なんかね面白いですよ。うん楽しいです、素敵ですね。やっぱね所有者コレクションこのねリアルな荷室のねこの感じが毎回すごい楽しめる。でホイールタイヤはねこのようなねデザインになっております。結構車高高いですよね。で後ろですが、とリア周りはこんな感じ。テールレンズは赤のクリアパーツですね。でナンバーとかロゴ関係、最大積載量ねこの辺の表記とかもしっかりとありまして、でリアガラスからもねこの布団と枕が見えますね。ほんとこのなんか波打つようなシワの感じというかね、たわみ、その辺の表現がうまいですよこの布団の感じね、いいですね。で反対側の側面、はいこちら側もしっかりとねロゴ関係デザインねバッチリと入っておりまして、で上から見てみると、はいこんな感じで、そこの部分はネジ止めになっていますので、さあそれではそこはねどんな感じになっているんでしょうか。今思い起こせば所有者コレクションね、最初のこの三角のネジは一体何だったんだろうって思うところもあるんですが、ではではとちょっと見ていきましょうか。はいそこはと
まあまあシンプルですね。はい、こんな感じになっております。でちゃんとねタイヤのパターンもありますね。でこのコレクションですね、まあギミックやサスペンションないんですけども、手転がし今回どうでしょう。あ、スムーズですね、よかった。ちょっと前がねよろしくなかったので、今回は結構スムーズにね手転がしできるねようになっててね、よかったかなと思います。素敵ですね。はい、ということで今回もねまず一つ目ね、荷室がとてもね素敵でしたね。もう布団の感じが本当にリアルで素敵なね車両になっておりました。まず一つ目ですね、ダイハツハイゼット版 S38-V1979年ですね、西川サービスカー仕様でした。さあそれでねもう一つの方もね見ていきましょう。さあさあそれでね二つ目いきましょう。こちらね三菱ランサー版1977年の事務用品店仕様ですね。さあさあそれではなかなか顔つきほんと渋いんですが、よしじゃあね楽しんでいきましょうか。お、ちょっとボロいぞブリスターボロいぞ、大丈夫かこれ心配ですけど、ではではいきましょう。よいしょ。このシルバーの何でしょう、テカリ具合というかこの輝きがいいですね。このなんか鉄の感じっていうのをなんて言うんでしょうかね。おお、渋い。じゃあちょっとね楽しんでいきたいと思います。まず正面ですね、はい、こんな顔つきになってますね。いや、グリルとかヘッドライトとかこの辺のこのデザイン渋いですね。で作りで言うと、まあ、ヘッドライトはちゃんとこうクリアパーツかね、表面クリアパーツで、でナンバーもねもちろんちゃんとあります。でサイドミラーはボンネットタイプですね、はい、このようになっておりまして、でこのボンネットの形状もねほんと渋いですね。でこのカラーねシルバーなんですけど、何でしょう、ほんとシルバーでもね、この今の時代のシルバーと昔のシルバーでなんでこんなに違うんかなっていう感じなんですよ。何でしょうね、まあ、ボディのデザインもあるからかもしれませんけど、なんかすごい時代を感じるようなそんな感じの輝きを放ってます。ミニカー自体は新しいんですけど古さを感じるといったそんな感じですね。で側面横から見てみる横のねデザインこうなってまして、こちらね文具の清川でいいのかな、はい、このようにロゴ書いてありますね。で下にも文字書いてます。これなんて書いてるの、これ奈良市って書いてるわ奈良に実在するあれですかね、文房具会社ですかこれはね。ちょっとその辺僕分かってないんでね、ちょっと調べてあれば字幕でも入れときます、この辺ね。なかったらごめんなさい。でここにも、車両のこれロゴですね、このように入っておりまして、渋いですね。でホイール体はねこんな感じのデザインで、で荷室ね、はい、こんな感じで、まあ、事務用品なので、ね、ちょっとこう段ボールが敷き詰められているんですけども、はい、こんな感じでね、さまざまなサイズのね段ボールがねこのように入っております。いいですね。ちょっとこうなんかね段ボールにイラストとか入ってたら面白かったですけど、ね、こうペンとかね定規とかのね、えでもほんといいかなと思います。でテール周りねこんな感じのデザインですね。レンズはこちらは、あ、一応クリアーパーツですね。クリアーパーツでナンバーがあって、でロゴ関係や積載量ね、このようにねきっちりとプリントで記載があります。見えますかね、この辺とかちょっと読みにくいかもしれませんけど、ね、拡大してお伝えしたいかなと思います。で反対側のね側面、はい、こちら側もこんな感じね、会社のね名前しっかりとね書いてあります。で上から見てみると、はい、こうなってまして、そこの部分はと、ではこちらもねネジの部分を外していきましょう。さあさあそこはどうなっているんでしょうか。ではオープン。よいしょ。ほら取れんぞ、取れんぞ、取れた。ほいほい。あ、こちらも結構フラットですね、はい、このようになっております。後ろには車種と一体にはなってるんですが、スペアタイヤのね形状にもなってます。でこちらもギミックはないんですが、手転がしは、あ、ちょっと後輪がカタカタ言うなこれ大丈夫かな、何かカタカタ言った気がする、気のせいじゃない、カタカタって言ってますね。前輪かな、どうなんでしょう、ちょっとなんか黒いのが出てきたちょっとなんか当たる感じもするんですけど、まあまあ回転するは回転するんで、少しなんかホイール型にいがみがあるみたいですね。まあまあでも動かないよりは全然いいかなと思います。ということでね、2つ目もなかなかね渋くて素敵でしたね。こちらね三菱ランサー版1977年ですね、事務用品店仕様でした。本当こちらの、ね、会社が奈良にあったら実際見たくなりますはい、ということで今回はですね、懐かしの商用車コレクションボリュームね74と75ですね、こちらね2車種がまた届きましたので見ていきましょうか。さあいかがだったでしょうか。今回僕のお気に入りは布団屋さんですかね、このねローズ羽毛布団って書いてあるね、このハイゼット版がなんかもう色といいデザインといいね、もう荷室も含めね全てちょっと良かったかなと思いますね。まあ事務用品店はね若干ちょっと地味なところはあったんですけども、まあこれはこれでいいかなと思いますんで、まあもし、ね、気になる方いらっしゃいましたら、アシェットコレクションズダパンさんの方でねちょっとね探してみていく
ください。で残りね、これ110号まででしたっけ、120だったかな、言ってもまだね30、40ぐらいあるので、まあ、今後もね本当に楽しんでいきたいかなと思いますんで、次号ね届きましたらまたね紹介しますんで、楽しみにね待っていてください。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんなもしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやりますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。